京都、下鴨神社の楼門前で墓を建てます舞するニュージーランド学生代表、撮影、松本渡、写真を拡大ラグビーの強豪国として知られるニュージーランド、ニュージーランド、学生代表が2日、京都、左京区の世界遺産、下鴨神社、で同国の民族舞踊、墓、を披露した。3日の関西学生代表戦、午後1時、京都、西京極陸上競技場、に向けて大阪府内で練習後に移動。同神社の担当者が、外国の方に今回のような踊りを披露していただいた子とは記憶にありません、と話す通り、極めて異例の建て松舞が実現した。ニュージーランド学生代表は到着すると境内の、ただすの森に足を踏み入。で、日本ラグビー発展の地として知られている、薩府都使社を参拝。絵馬に願いをしたため、楼門の前へと移動した。多くのファンや居合わせた観光客の歓迎を受け、同国代表、オールブラックスが試合前に行う儀式として有名な、墓を披露した。本殿の参拝も終えたフッカーのニコラス・ウェラヒコ首相、27イコールリンカーン大は、歴史的な場所で墓を披露できて嬉しい。神社での披露でちょっとドキドキしていたけれど、みんな興奮していた。明日は全力を尽くして、いいパフォーマンスをしたい、と笑顔を見せた。今回の参拝は関西協会の坂田義弘会長、75、がニュージーランド学生代表側に下鴨神社を紹介し、同代表が、ぜひとも伺いたい、と返事をして実現。坂田会長は下鴨神社の協力に感謝しながら、非常に、ニュージーランド学生代表の、スケジがタイトな中でも、ここだけは来ておきたい、と言っていただいた。個人的にも、現役時代の留学などで、ニュージーランドとつながりがあり、その国の学生代表が来てくれて嬉しいです、と素直な思いを口にした。下鴨神社とラグビーのつながりのゆえんは、1910年、明43、9月に遡る。当時、日本で唯一のラグビー部があった慶応義塾の真島新が、親戚で京都、旧制三高、現、京大総合人間学部の生徒だった堀江宇吉と同地で楕円、玉を用いて練習。翌1911年、明44、両校が日本人同士で初めて正式な試合を行った。そのため、日本ラグビー発展の地、関西ラグビー発祥の地、と知られ、境内の、ただすの森、には自然石の石碑に、第一周の地、と記されている。